はい、皆さんこんにちは、サルです。今日はですね、ちょっと撮影の時にいつもと違ってマイク入力をね、外部マイクを使って同時録音してみようと思います。視聴者の方からコメントいただいてね、音がもう少し大きくしてほしいとありますよね。私も YouTube 見ててそう思うことありましたし、一番困るのはあれですよね、再生の音量上げてたら CM が始まった瞬間爆音で、もう CM がうるさいみたいなね。だから少なくとも CM よりは大きい音で喋った方がいいんでしょうね。そうすると CM になった時には音が小さいと難しいな、 CM の音大きいですもんね。ということで部屋の中でね撮るときはまだいいんですけど、ここもね実は壁はあるんですけどね、外なんですよ。なのであんまり大きな声張るとね、ちょっとなんていうのかな、聞こえてね不気味なんでね、まあ、そういう意味ではちょっとこれぐらいの小さい声、はい、今ね声を少し小さくしました。今ねこれは小さめに話してます。でこの声の大きさでできれば撮りたいんですね。この声の大きさで撮っても CM よりも大きな音で撮れればいいなと思ってね、ちょっと外部マイクを使った形で今日は録音をしてみます。はい、いろんなね方法があると思うんですけどね、アフレコで後でつけたりね、ただ後でね音だけ加える時っていうのは、ま、聞き取りやすい音質とかね、音声とか、まあパソコンでねオーディオインターフェース使ってエフェクターもかけれる、エフェクターっていうかその EQ ね、イコライザーで音質も調整できるんで、おそらくねそれが一番視聴者の方にとっては聞きやすいんだとは思うんですけど、どうしてもですねその、例えばレビューした時だったら開封した瞬間のこう声とかですね、喜びとか、なんかこう調理だったら開けた瞬間のこう出来上がった時の感動とか、そういうものってね後でアフレコするとねなかなか再現するのって難しいんですよ。なんか意図的にねわざとらしい声になっちゃうっていうかね、まあ、そういう意味でできれば一発撮り、絵と音がね同時に撮りたいもんで、今ねそれを試してようと思って今日はやってみたいと思います。はい、ということでねやりますが、今日行うのはこちらですね、鉄職人、これね鍋蓋が、鉄職人用の蓋じゃないんです。以前注釈で出したと思うんですけど、これはねグリルパンっていう別の商品、朝型のフライパンがあって、パール金属での同じで、そちら用なんです。でそちらだったらぴったりとね蓋がはまるようにできてるんですけど、これ鉄職人同じパール金属ですけど、これ用の蓋っていうのはなくって、 Amazon でこれを買ってもね、関連商品おすすめでこれが出てくるんです。ただこれは実際には鉄職人用ではないので、これピタッとはまらなくって、こっちをはめるとこっちが浮くというね、ちょっと見えにくいと思うんですけど状況なんです。理由はここの内側にこのヘリがあるからです。ここがここと干渉してぶつかると。したがってここをカットしてやれば、売ってますかね、カットしてやれば、ピタッとはまるんですね。ということで今日はカットしようと思います。ちょっとねこのグラインダーでやるんでまたすごい爆音がするんですけどね、そこだけはね後で調整しながらやろうと思うので、グラインダー回してる時はね音は声は取れないんですけど、まあやってみようと思います。ではね、ここ今ねちょっとカットする目安を鉛筆でね印をつけましたので、軽くまずはね一発切ってみようと思います。おそらくこう切って、こう、これ切りにくいな。こっちからかな。ギリギリ攻めない方がいいな。ギリギリ攻めない方がいいですね。グラインダーで切りやすいので。ちょっと、よいしょ。改めましょう。グラインダーで切るときに、右利きでも問題なく切れそうなのは、このあたりですね。このあたりから切ろうかな。これがいいな。はい、そうするとまあいいでしょう、これぐらいならね。だったらこっちをこの辺りとすればいいかな。はい、改めます。切る場所をこことここにします。ちょっとわからなくならないように丸でもつけとこう。はい、これでね切っていこうと思います。ちょっとずつ切ろうと思います。このマイクの線がね怖いな慣れないからすいませんね、今回はいろいろするかもしれません。じゃあちょっと一回電源入れますよ。
見えますかね。こんな感じですね。こことここね、ここを間はと切っていきます。さあうまく切れるかな。こうかな、こっちからかな。こっちの方が切りやすいですね。ここ、こう斜めに当てればいいんでね。さあここが尖っちゃうけど、本当はこうか。まあ こっちがいいですね。こうだね。行きましょう。こんな感じです。見えますかね。ここですね。もう部分的にはね貫通してます。で外す感じかな。これはまあ上手にやるんだいのでね、なるべく傷をつけたくないのでうまい具合にしたいんですけど、まあどうせやすらんといかんのでね、まずは疲労が起きなければこれでいいな。まあこんな感じですね。良さそうかな。この辺はね一発勝負で、もう失敗したら取り返しがつかないので、なるべくね慎重にやった方がいいです。はい、ほぼ外れそうです。はい、外れましたね。見えますかね。こんな感じで切り欠きをパカッと外しました。はい、まあここね今切ったばっかりなんでね、すごい粗くなってますから、ここをヤスリでね鳴らしていきます。でちょっと仮にねぴったりかどうかやってみますよ。こちらからカメラが見えないので非常に見にくいんですけど、いきます。おお、ちょっとね隙間空いちゃったな。ここまでギリギリ攻めなくてよかったですねまあいいでしょう。多少ね水蒸気があそこから抜けるぐらいかな。まあいいでしょう。はい、まあまあいいと思います。こんなもんですね。今まではこちらを閉めるとね、こっちが閉まらなかったんですけど、ピタッと閉まるようになりました。閉めた状態でこちらがピタッと気持ちいいです。そして、この切った分しか回らないんでね、これぐらいと素晴らしく気持ちがいいです。やっぱけど切って正解ですねと思うんですけど、ではねヤスリで切りましょう。はい、ここからはねちょっとは試しに一層ひそひそ声でやってみようと思います。まあこれぐらいのひそひそ声だったらね、オープンな場所でもねそんなに気にならないので。今カットしたばっかりですけど、このね切断面がね、かなり粗くなってますのでね、まずは研いでいこうと思います。
はい、はい、ほぼね完璧じゃないかと思います。なんかね鉄なんでねかなり簡単でしたね。そんな力入れなくても削れていくし、こんなねあのダイソーのねヤスリ1本で全然いけました。ちょっとね触ってみます。あーいいですね。あめっちゃいいですね。全然トゲトゲ感もなくなりましたね。ちょっとここが痛いかな。うん、ちょっとここを鳴らしたいかな。こっち側がちょっと尖ってるね。はい、まあこれでもね全然大丈夫だと思いますけど、私の場合はねやする作業嫌いじゃないんで、あの細部までやっときます。もういいと思います。あーこれは完璧ですね。もう完璧ですね。もういいですね。はい、じゃあねちょっとまた一旦止めますね。はい、一層ねひそひそ声になってるかもしれませんが、どのぐらい声が小さくてもねいけるのかっていうのをちょっと調べるためにこのぐらいでね喋ってみたいと思います。めちゃめちゃね小さい小声に近いんですけど、まあ、もしかしたらこれでいけるんだったらね夜中とかでもね全然いいなと思って。でこっからやる作業はですね、ちょっと錆止めを塗るだけです。で、まあ塗る前にねちょっと脱脂っていうかねあの汚れを取った方がいいので、まあ普段燃料に使ってるアルコール、汚れをまず取ってやりましょう。正しいやり方はね知らないんですけどね、まあ経験でこれでやってうまくいってるということをやってるだけなんで、まあ正しいやり方がね知りたい人は検索とかねしていただいた方がいいとは思います。で、これを使います。まあ、料理用の鍋に使っていいかどうかわからないんで、まあ自己責任ですけど、まあ、エポキシ系ですねこれねの錆止め塗料です。結構強いんですよ。なので私はねこれものすごい気に入ってます。まあ塗料ちょっと高めの塗料なんですけどね、あのとってもね便利で、いろんなことに使えますね。あの木材にも塗れるし金属にも塗れるし、で塗った後ね膜ができてね固まるんで防水効果めちゃくちゃ高いし、あとこの上からねペンキとかも塗れるんですよ。ステインは塗れませんけどねペンキなら塗れるんで、まあ、ステインでもねこれが水性なので油性だったらね塗れると思いますけど、もうほんのちょっとなんでね使うのが、こんな大げさな感いらないんですけど、まあここに塗るだけですね。こういう感じ、まあ、透明なんでね別に少々はみ出ても全然気にならないんで、でこれ塗っとくとねもう錆びないんですよ。まあ気になるようだったらねまたちょっとしばらくしてから塗り足してやってもいいぐらいですけど、熱に対してねどのぐらい耐性があるのかっていうのはちょっとわからないので、必ずしもね耐熱塗料ではないので、耐熱塗料の方が多分いいですけどね、正確に言えばね。ただたかがこんだけ塗るのに耐熱塗料を取るのね買うのもねちょっとバカらしいので、もうこんな風にやっちゃいます。まあこの辺素人 DIY のね別に誰かからあの料金をいただいてやってるわけじゃなくて、自分さえ良ければいい的なねものなので、まあそういう意味では気楽にできますよね。うまくいかなくても自分が、痛い思いをするというか、まあ錆びて悲しいだけというね、誰かに迷惑かかるわけじゃないので、この辺はね非常に気楽にできる部分ですね。ちょっと広めに塗っときます。意外とね錆びるときは
わずかなところからね、酸素と鉄が結びついて錆びちゃうので、で加熱するとね、やっぱり余計錆びやすいので活性化するんでしょうね。酸化鉄になりやすいので、ちょっと広めにね、余裕を持って塗っとってやればいいかなと。はい、まあもしかしたらこうしなくてもいいかもしれませんけどね。まあ自己満足の世界です。はい、で乾いたらもう一回とかやったらね、直しそういいと思いますけど、まあしません、そこまでは。はい、ということで完成しました。これがね、乾けば、もうね、今後はいけるということになります。この状態からの、はい、締まりですね。この状態からのなんか何回もやりたくなります。これはいい、うわこれはいいです。ぴったりね、はまらなかったんで今まで、うん、ここがねわずかに空いてます。どれぐらいかな、1ミリは空いてるな。まあ蒸気を逃がす窓ということにしてしまいましょう。ちょっと気持ち悪いよなこれは。どうでしょう、こんな感じね、こんな感じで、切ってここを広げました。シェラカップスノーピークのね、こう一番よく使うんで、やっぱこれにはまらないのはね、こんな感じ。はい、いいですね。一応ね、こういう風にした時にほら、ここがほぼね、この取っ手と同じ長さになるような感じにしてみて、見栄え的にねいいかなと。はい、ぴったりとねスノーピークでも閉まるようになりました。それからスノーピークをね、もう一個使った時にね、こんな風な感じで2つ重ねると、この取っ手のとこはね、スノーピークってあの被らないんで、ちょっとこうずれる感じになるんですよね。その状態でも左右の取っ手よりも広い幅の切り欠きがあるということで、穴幅を決めました。あとこういう風にしてると ね料理してる時に蓋を開けるのが難しかったんだけど、ここを持って開けてやればね、開けやすい。全然これによって使い勝手が変わるんですよね。完成した時に蓋を開ける、つかみやすい、こういうねところがあるということです。シングルバーナーで炙りながら曲げたので、こんな風に焼き色が中途半端についてるのでね、これ今日は全部を焼きたいと思います。まあ最初はね、思いっきりこうやるとすすがつくんですけど、ただね、すすって高温にすると燃えるので、別にね最初はすすがついても問題はないです。はい、こんな感じですね。ガンガンに焼いてやらないといけないので、焼き続けますね。すすがね、燃えてなくなってきましたね。そうです、そうです、こんな色にしたかったんです。結構ねボロボロになってます。こいつもね、焼き入れをしまくったのでボロボロになってますね。より
強力に加熱できそうな気がします。これでいきましょう。ああって感じですけどねこれでいきましょう。追加の炭も投入していきましょう。これちなみに自作のです。皮膚希望。めっちゃね、使いやすくて、お気に入りです。何でもいいので、こんなものを置いて、こうしましょう。で、こいつも追加で放置と。すごい絵ですね、これね。まあ鍛えてもらいましょう、炎の力でね。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画ね、いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。引き続きね、焚き火料理をやっていきますので、候補がね今いくつかあるんです。ラーメンとか焼きそばとか餃子とかね、その辺は絶対やりたいんですけど。